はい、三和交通府中営業所、あ、所長、どうもどうもどうも、エアガレージからですね、飛んできたんですけど、また着地失敗で直しております。超着地失敗です。倒れておりますので、ね、またこれから修復して、ここに鎮座するということですね。完全に三和プライムは倒れ込んでおります。着地失敗、大変です。あ、それちょうどいいですあ、大変だ。もうちょい、もうちょいした、もうちょい、上上げます、はい、はい、あ、そっか、よれてんのか。着地失敗してバラバラです。はい、ここまでできました。かなりいい具合に、なってるかな。あ、来た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 。あ、なんだ、言ってってくれればね、一応三和プライムということでね、徐々にできております。こんな感じでね、できておりますんで、さあ今日中にできるのかな、ね、さあ徐々に進んでますけど、通る人がほとんど振り返りすぎて、多分これ事故起きんじゃないかと思ってすごいっす。さあ徐々に徐々に、組み立て、もうね、昨日と違ってもう完全に起き上がっておりますんでね。だんだん組み立て上がってきまして、皆さんお分かりだと思いますが、全部車の部品パーツです、ね、車のパーツでこのような形でつけております。さあだんだんできておりまして、ただいま打ち切れた配線です。おお、ここ出てきてますね。できましたね。お、ついた。お、お、クルシャがついた。お、お、ついたついた。ライトついた。これ自分の中で。あ、ついた。おお。メタキってどうした？メタキついてるよ。メタキついて、領収書も出るよ。お、ハザード点灯です。あ、いいね、いいね。どうすか、すごいっすね。あ、神殿の浅野さん。さあ、あ、電装関係、大切な顔とエメタジックですね。ちゃんと操作できますので、ね、この形で、まあ、これから部品がだんだんついていくと思います。かなり通る人が気にして、やっぱり昨日と違いますね。気にして見てます。すごいですね。はい、メーター機もいろいろあるのがついてるのかな。こんな感じでね、すごい。三和プライム、すげえな。はい、これがね、三和プライムの命、顔です。これ夜になるとすげえだろうな。ね、光ります、いろいろね、動き出しそうなんでね。
楽しみに。もうそろそろ完成です。さあやっと命となる顔がつきました。かっこいいな、やっぱな、つくと。すげえ、これが光ったらかっこいいな。これ所長嬉しそうだね。所長がめちゃくちゃ嬉しそうです。念願だよね。着いた着いた着いた。さあ目に力が入りました。我が子ができてきましたよ。いいね、やっぱこれ夜になるといいよね。ここも目立つから、結構止まる止まる、絶対事故起きるようになるから。最高です、かっこいいです。こんな感じです。メーター機も使えます。領収書も出ます。これでボディができました。かっこいい、今取り付けてます。うわー、またボディがつくとかっこいいな、おい。うわー、またこれより目立つね。すごい、支払いです、支払いです。これから料金、ちゃんとレシート出るよ。メーターも動きます。メーターもつきまして、領収書も出ます。支払いです。こんな感じでね、下からもこうライトが、後ろがこんななってます。すごいね。3話プライム降臨です。よし、落ち着いたよ。はい、ある程度できまして、ね、ありがとうございました。 逆光ですみません。はい、バイバイ。素晴らしい出来でした、ね。こんな感じでできました、完成。安全対策バッチシ、アンカーを打ちまして、ね、これで、まあ、かなり周りの人が見てますね。あれ、所長もう一回やんないの。同じ格好をさっき、あの、ま、後で載せますけどね、同じ格好してますけど、なんか違います。タクシーの部品で作った、3話プライム、ね、かっこいいっすね。府中営業所に鎮座してますんで、皆さん見に来てください。それでは作った方一言。恥ずかしい、逃げております。はい、じゃあ、 府中営業所、ありますんでね、お待ちいただければと思いますんで、見に来てください。Thank you.